まあちょっとゆっくり夜までね列車が帰りないので、なんでそんな列車ないかなと思ってよくわかんないですけど、席がもう8時、夜の8時までないですって昨日言われて、そんなこと新幹線とかね日本だったらありえないんですけど、今もこれ列車すんなり乗ってるようですけど、駅のごちゃごちゃしたところで直前までゲートが開かずにみんな待ちぼうけみたいな、まあその辺はちょっとイージーさっていうか日本とは違うなっていう感じはありますけど、よし悪しでいい意味のカジュアルさがあるのかなと思ってます。じゃあ列車乗っていきましょう。セゴビア着きましたね。セゴビアです。列車に乗って30分ぐらいで、そこからバスに乗って10分ぐらいですね。トレドに比べたら街って感じですね。トレドって本当は観光地というかその城塞都市のあたりしかいないけど、住んでる人も いそうな感じで、こっちは今向かうところはツアリストインフォメーションとか白雪姫のモチーフになったシンデレラじゃなくて白雪姫のアズカールっていう城で、カセドナル大聖堂と水道橋、ローマの水道橋っていうのがあるので、その3つが主要目的かなって感じです。ちょっとツアリストインフォメーションに行かないと地図とか持ってないんで、全くセゴビアについては結構マイナーな場所かもしれなくて、日本人なんか全然いないですね。まあ、歩いていきましょう。向こうにも奥の方に見えるんだけど、水道橋みたいな石畳の、まあ一日あるんでね、ゆっくりしていきましょう。古風な昔風のレンガの石畳の街です。写真があるんでね、これローマの水道橋で、2番、なんだろうな、2番カテドラルって書いてる、カテドラル。3番はサンマルティン、これは教会ですかね。カセドラと教会は規模がちょっと違う、教会と大聖堂と、これがアルカザール、その白雪姫のモチーフにあったという城。ほんとね、 eSIM がね繋がらないのがほんと予想外の、だからネットがない状態で、まあ、ホテルとかでは繋がるんですけど、空港とかね、ほぼほぼノーインターネットで、昔風の結局このスタイルかいっていうちょっとジェラートのお店入ってみようかな。いくらなんだろう。喉が開くよね、スムージー。結局アイスクリームだと喉が開くんで、何これ、あそこでトレドでも飲んだ、なんでフルーツじゃなくてフローズンにしましたね。まあまあいいんじゃないですかね。テラスでちょっと飲んでいこう。いただきます。うん、レモネード酸っぱうまい。アイスクリームだとどんどん乾く。うん、ちょうどいいっす。ちょうどよ、まあ、涼しいしね。初日は暑かったね、夏日でやばいな。帰るかと思ったから真夏日だったけど、日の雨で雨ってか曇り空だったら涼しいっす。長袖の人も結構それじゃないかな。日本でいう10月ぐらいの感じ、急に。なんなのやっぱ気象状況おかしいですかね。うん、もうすぐ歩いてすぐのところに水道橋、ここ最後にしようと思ってたけど、もうたどり着いたから、探すっていうよりはもうすぐ目の前でしたね。町の水道橋ってどういう、知ってはいるけど珍しいんですよね、この辺遅いよな。なんか観光地ですね。イタリアというかスペイン人の観光地、国内旅行って感じがするけど、どうかな、わかんないけど、どっから来てるか、みんな皆さん、でもなんかそんな感じが
アジア系もいるな。自分もアジア系なんでね。まあ、あれですけど、この水道橋どういう意味なんだろうな、これ。すごいけど、結構。ローマの技術って、ローマってだって、西暦500年とかだから、奈良時代とかでしょ。東大寺より前か。法隆寺とかより前ですよね、この水道橋って。水道橋ってどこを水道が通ってたんでしょう。勉強不足ね、これ。水道橋っていうぐらいだから水道が通ってたんじゃないの？